それでは新型コロナウイルス感染症の発生について発表をさせていただきます。昨日2月の21日、県内におきましては225名、新型コロナウイルス感染者発生が確認をされました。公衆衛生上の観点から、感染された方がお住まいの市町村名、および都道府県名の内訳を公表させていただきます。徳島市89名、鳴門市15名、小松島市5名、阿南市13名、吉野川市6名、阿波市12名、美馬市9名、三好市3名、勝浦町1名、石井町20名、増毛町5名、北島町13名、藍住町7名、板野町6名、上板町9名、鶴来町2名、東三好町3名、香川県2名、愛媛県4名、福岡県1名となります。また主な感染経路につきましては、濃厚接触者または接触者が55名、クラスター関連が36名となります。その他感染者の年代、また症状の程度など、詳細につきましては、記者の皆様方のお手元に配布させていただいている資料をご参照願います。それではこれを受けまして徳島アラートに関わる指標について発表させていただきます。指標は2つ。まず最大確保病床の使用率263分の84、 31.9% となります。また重症者用病床の使用率引き続きゼロ、1週間ゼロということになります。それでは本日発表の公務員につきまして、そのうち1名が東部検疫庁舎に勤務をする県職員となります。この職員につきましては感染可能期間中に出勤をしておりますが、接触については全て特定をされており、県民の皆さんとの接触についてはございません。また職場内の職員すべて30名となりますが、これを対象に検査を実施をし、全員の陰性を確認をしております。続きまして、この度新たに発生が確認をされました118例目クラスターについてご説明を申し上げます。積極的疫学調査の結果、これまで発表した8名に本日発表の2名を合わせた計10名の感染者が、一つの児童等利用施設、また再びということですね、において確認をされ、この施設において感染が拡大した可能性が高いことが分かりましたので、この10名に二次感染の2名を加えた計12名の関連クラスターとして本日認定をさせていただきますということで、こちら。118例目児童等利用施設関連クラスター、利用者が5名、職員が5名、二次感染、こちらは同居のご家族ということでありますが、合わせて12名の関連クラスターとして認定をさせていただきます。次に過去に発生をしたクラスターにつきまして、感染者に動きがございましたので発表をさせていただきます。今回は11のクラスターに変動がございましたということで、以下申し上げてまいります。まず79例目社会福祉施設関連クラスター、こちらは利用者が1名加わり58名の関連クラスター。次に106例目小学校関連クラスター、こちらは二次感染4名、すべて同居のご家族、加え21名の関連クラスター。107例目社会福祉施設関連クラスター、こちらは職員1名を加え45名の関連クラスター。108例目小学校関連クラスター、こちらは二次感染1名、こちらも同居のご家族、加え20名の関連クラスター。また110例目屋内スポーツ活動関連クラスター、二次感染1名、こちらも同居のご家族、加え15名の関連クラスター。111例目児童等利用施設関連クラスター、
利用者1名、二次感染3名、この二次感染3名、すべて同居のご家族、4名を加え、58名の関連クラスターです。それでは続きまして、もう1枚目のボードをご覧をいただきます。113例目、会社クラスター。こちらは社員2人を加え、8名のクラスターです。114例目、児童等利用施設関連クラスター、二次感染1名、こちらも同居のご家族、1名を加え、9名の関連クラスター、115例目、児童等利用施設クラスターについては、利用者1名を加え、7名のクラスターに、116例目、小学校関連クラスター、二次感染1名、こちらも同居のご家族、加え6名の関連クラスターに、そして117例目社会福祉施設クラスターについては利用者11名、そして職員4名、この15名を加え21名のクラスターにということであります。今ご覧いただいた11のクラスター変動があったわけでありますが、32名実は増えているんですが、そのうちの11名、二次感染すべて同居のご家族、傾向がはっきり出ていると言って過言でないかと思います。さて、昨日の全国の感染者、51,986、6万人台を久方ぶりに下回ったこととなります。そして本県におきましては、2月に入ってから確認をされた感染者数の累計が4,164名、1ヶ月足らずで4000名を超える状況となりました。そして傾向はっきりしている、申し上げた通り、本日もクラスターの発生を発表いたしましたが、最近はとりわけ児童等利用施設における感染事例が非常に目立っているということでありまして、少し第6波のクラスターの状況をさらに一覧表に取りまとめさせていただいたので、こちらをご覧をいただきたいと思います。実はちょうど第6波1月以降ということでありますが、全部でなんと1月に24件、2月に36件ということで60件。12月までの第5波までで起こったクラスターは58件、今回は1月2月だけでそれを上回る60件のクラスターとなりました。しかもこのうち特徴が出ているのは児童等利用施設、1月は24件のうちの5件、2月はまだ月半ばですが36件中17件、これが児童等利用施設のクラスターということで、これを合わせますと、特に2月だけを見ていただくだけでも、件数陽性者数とも約5割、これが児童等利用施設。この下がこの陽性者数ということで、例えば1月全部で529名陽性者が出たうち、児童等利用施設でのクラスターでは95名 18%、 2月767人陽性者が出ている中で333名 43% が児童等利用施設ということでありまして、もうはっきりと特色がここに現れているということになりまして、やはりまずは児童等利用施設、そしてこのメカニズムとして何度も申し上げておりますが、児童等利用施設から家庭内に、また家庭内から児童等利用施設へ、まあ、こうした流れといったものを止めなければなかなかこの200人台というのを止めることは難しいんではないか、こうしたことが言えるかと思います。そこでまずは昨日発表をさせていただきましたが、感染拡大の抑え込み、より一層強力に実施をするために、児童等利用施設、昨日から3月の5日の土曜日、この2週間を感染防止対策集中取り組み期間とさせていただいたところでありまして、これまでもボード、いろいろご説明をさせていただきました。具体的には市町村の方に感染リスクの高い屋内運動を伴う行事、
これは決して概念として申し上げているのではなくて、これまでのクラスター、その積極的疫学調査、エビデンスに基づいて申し上げているということをご理解をいただきたいと思います。屋内運動を伴う行事、あるいは大人数で大声を出すような行事については原則中止としていただければ、禁止としていただければということ。またこれも実際のエビデンスに基づいて申し上げているところでありますが、外部講師の方が陽性となって中に持ち込んでしまった。その方について、外部の講師の方について原則リモート、対面での対応と。最近は無症状の方も多いということがその特徴ともなります。また家庭内に風邪、あるいは発熱の症状の方がいる場合、よく学校などでもご本人が熱がある、あるいは何らかの症状がある場合には登校を自粛してくれ、これまでもよくそうしたことはあったんですが、昨今の家庭内感染の状況を見ると、ご本人だけじゃなくて、ご家族にそうした症状をお持ちの方がおられる場合には、あるいは当然濃厚接触者がいる場合には当然なんですが、やはり登園の自粛、これをお願いをするとともに、例えば今リモートでっていうことでお父様お母様共働きでも家におられると、家で仕事をされる、こうしたことが非常に多くなっておりますので、ご家庭で保育ができる状況になっているその保護者の皆さん方についてはこの期間できる限りの登園自粛、これにご協力をいただきたいと、このような取り組みについての周知徹底を図るために昨日市町村担当課とのウェブ会議を開催をし、直接県担当部局からご理解ご協力を呼びかけさせていただいたところであります。またこれを受けて市町村でも順次対応いただくなど取り組みの徹底を進めているところであります。ということで、もう少し見やすくコンパクトにさせていただいております。児童等利用施設感染防止対策集中取り組み期間、昨日の2月の21日から3月の5日土曜日、2週間ということで、教育協力の内容については今申し上げた感染リスクの高い行事などをこの期間原則禁止していただけないだろうかと、また外部講師の入校原則禁止、できればリモート、こうしたものを活用いただきたいと、また感染状況を踏まえた登園の自粛ということで、従来のご本人がというだけではなくて、家庭内に風邪、あるいは症状をお持ち、あるいは濃厚接触者となった方がおられる場合には、登園の自粛、これを徹底をお願いをしたいと。また、仕事が休日など、あるいはリモートでといった場合、家庭で保育ができる状態にもしなっている、保護者の皆様方にはぜひご協力をお願いしたい、登園の自粛この期間ご協力いただけないだろうかということを申し上げているところであります。そしてもう一つ、先ほどのクラスター大きくなりましたというところでも複数小学校のクラスターがございました。一方小学校におきましても児童等利用施設同様に昨日から3月の5日土曜日2週間同じ期間ですね、感染防止対策集中取り組み期間、このようにさせていただいております。こちらにつきましても昨日ウェブ会議を開催し、全市町村の教育長さんに対してご依頼を申し上げたところであります。その内容につきましては割とよく似てるんですが、家庭内に風邪、発熱などの症状がある、体調の悪い方がおられる場合には登校を控えていただく、従来はご本人が熱があったり症状があった場合には登校を控えるということはあったんですが、ご家族にそうした人がいた場合にも登校を控えていただくということ、また感染リスクの高い教育活動、これを避けるとともに小学校の場合には1人1台タブレット端末、これを活用する学びができますので、オンライン指導などの充実により学びの保障、これに努めていただきたいということ、またこれはすでに申し上げているところでありますが、感染状況に応じ学年学級閉鎖、全体を止めてしまうというよりも学年学級の閉鎖、あるいは
37県立学校が行ったように分散登校を実施をしていただくということ、これを要請をし、感染のこれ以上の拡大抑え込みに教育依頼をさせていただいているところであります。ということで、こちらは小学校版の感染防止対策集中取り組み期間、期間は先ほどの児童等利用施設と同じ昨日2月の21日から3月の5日土曜日までということで、デビューとなりますが、1つ目に家庭内に風邪、発熱などの症状がある、体調が悪い方がおられる場合には登校を控えていただくということ、また感染リスクの高い教育活動、これを避けていただくとともに、一人一台タブレット型端末、これを活用したオンライン指導の充実によって学びの保障に努めていただきたいということ、また学校全体を止めてしまうというよりも、感染状況により学年学級閉鎖、あるいは県立高校、県立の学校が行った分散登校の実施で、こうした場合に少しサポートがいるよね、ここは県の教育委員会からのご支援をさせていただきます。例えば指導主事の派遣による指導支援、モバイルルーターの貸し出し、原則1人1台タブレット型端末、モバイルルーターについては市町村が対応ということになっておりますが、少し足りないという場合には県の方で持っているモバイルルーター、こうしたものの貸し出しも行わさせていただきます。また特に低学年の児童の皆さん方にも、口で言った強調的な注意の仕方では少しご理解をいただけないのではないか、児童の皆さん方にも分かりやすい形でパッと目で見て分かるように、感染防止チラシを校内に、しかもそれぞれの場面展開の場所、例えば授業のある教室用、またお手洗いというですね、あるいは学校に入る玄関用、また教室体育館用と、それぞれの場面展開の場所に応じる形で児童生徒の皆さん方に分かりやすい、そうしたポスターチラシ、こちらをご用意させていただいているところであります。まあ、こうすることにおきまして、なんとかこの今家庭内感染、あるいは10代以下の感染が非常に多い、こうしたものの対応をなんとか進めていくことができれば、このように考えております。そして加えて、県の教育委員会の方から幼稚園小学校についてでありますが、取り組み状況を確認をするため、本日市町村教育委員会に対しアンケートを実施することといたしております。引き続き児童等利用施設、あるいは小学校において、これ以上感染が拡大することがないように、より徹底した対策を進めていただければ、進めてまいれればと考えております。そして最後に、5歳未満の子どもさんの同居の家族の皆さん方へのワクチンの接種についてであります。実は今5歳以上の皆さん方、3月7日ワクチン接種スタートということはすでに申し上げたところでありますが、逆に5歳未満の子どもさんはワクチンを打つことができません。でもかかるということで、ワクチン接種の対象となっていない5歳未満の子どもさんたちが利用する施設において、やはり感染事例が多発しているところであります。ということで、周囲の大人が速やかにワクチンを接種をすることで、子どもさんたちが新型コロナウイルス感染症から守られる、そこで県では保育施設、幼稚園、障害児施設などを利用する子どもさんたちの同居のご家族で2回接種から6ヶ月が経過している方について、県主導の大規模集団接種会場を活用して、接種券がなくても接種できる特例接種を実施する、新たに加えることを行いたいと思います。まず対応への準備が整った障害施設を対象として、本日優先接種の案内を発送することといたしております。対象となる方、お子様が所属をしている施設を通して申し込みをしていただき、
この機会に接種を進めていただきたいと思います。私の方からは以上です。どうぞよろしくお願いをいたします。皆さんもこの方がね、公務員の方で、先ほどの1名前の方で一般の方と接触があった方はね、はい、まあ、一般の方それぞれ県庁の職員の状況、先ほど申し上げたところで県民の方との接触はないと申し上げました。あとは10人実は公務員が出ているわけですので、それぞれの所属の方から発表があるかと思いますので対応をお願いしたいと思います。以下申し上げていきます。まずは徳島労働局の方1名、海上自衛隊の方が1名、徳島市、鳴門市、美馬市、石井町、これらすべて1名。次に徳島中央広域連合1名、三好広域連合2名、ただこの2名、相互の関連はございません。美馬西部消防組合1名、ということで10名、県庁合わせて11名ということになります。ありがとうございます。はい。次に、感染防止対策集中取り組み期間というのを実施されていて、はい、実際にどの程度進んでいるのかが あまりイメージできなくて、登園自粛とかってどの程度の割合の方がされているとかって、そういった情報って入ってきていますでしょうか。昨日からなもんですから、はい、また当然のことながらどういった形でどう進んでいるのか、まあ、先ほど幼稚園であるとか小学校、こうしたところは教育委員会の方で、まあ、そういうのも対応していこうということですが、まあ、児童の皆さん方のまあ利用施設ということで、まあ、例えば保育所認定子ども園、あるいは放課後児童クラブであったり、あるいは幼稚園もどうかもいないと思いますが、まあ、またこの実施をする中で、さまざまな形、お聞きをしていこうと、こう考えています。現状ではまだちょっとどのくらい、そうですね、まあ、スタート切ったところですね、まだわからない、はいはい、あと5歳未満のお子さんがいる同居の家族への接種なんですけれども、これは接種券を今日発送、いや、これはもちろん接種券は全部市町村その方々の在住されている居住地域の方々からもらえるんですが、案内をというか、接種券が届いていなくても、その施設の方を通じて対応させていただく。ただ、6ヶ月超えていないとできませんので、はい、まあ、そうした形で準備の整ったところから行っていただくということになります。分かりました。6ヶ月を経っていれば、県主導の大規模接種で接種券がなくても、接種ワクチンを受けられる。そうです。ただし、施設を通じてと。はい、っていうのはなぜかというと、最終的には接種券が届きますの で、それをやはり登録していただく必要がありますので、それは施設を通じてということになります。分かりました。ありがとうございます。はい、他の方がありませんでしょうか。すいません、どうぞ。施設を通じてっていうのは、例えば幼稚園であったら、幼稚園に帰っている子どもがいるのであれば、幼稚園にもう誰に言うとか、ごめんなさい、ちょっとそのあたりは、はい、これまでも全部そういった事例があるんですが、県主導の場合に、例えば保育士さん、あるいは幼稚園、あるいは小学校の先生方、接種券がなくても特例接種ということで、幼稚園、あるいは保育所、認定子ども園、まあ、そうしたところの園の方へ登録をしていただいて、そこから名簿を出していただく。名簿に沿う形での接種ということですから、それと同じパターンを取ります。ということは、口頭で伝える。で、園の方はそれを名簿化しますので。で、我々は名簿をいただいて、それによってチェックをする。で、しかも最終的には接種券が来ますので、それも合わせてそこにチェックしていくと。園に、園に、あ、園の方から多分紹介があると思いますので、その時それに対して回答というか、お答えというか、登録する。ああ、皆さんにもう、そうです。言ってくれるかな。だから、まあ、ご本人が私もう6ヶ月過ぎてるしと言っていただいても結構ですし、園の方からおそらく保護者の皆さんに一斉に通知がいって、で、最終的にはまあ双方向 で名簿が出来上がって、その名簿を出していただいて接種をさせていただく。で、その名簿で接種をしたということが分かると、
当然今度はその方のところへ接種券が後で届きますから、これは市町村からね。でそれをまた届けていただく、園を通じて。そうすることによってピタッと符号する。最終的には符号させなきゃならない。はい。その関連で、ちょっと確認なんですけれど、施設とし対象施設としては認定こども園などの保育施設というか、あの我々で呼んでるのはクラスターで呼んでいる児童等利用施設の関係と、それからまずは児童等利用施設、この中に幼稚園が入ってきますので。ああはい、児童等利用施設など利用施設と、あと幼稚園や障害児施設などの児童等利用施設を利用する、使用する5歳未満の児童の同居。というか、あの5歳未満の人たちが打てないということがあるので、はい、まあ、5歳未満の保護者だけということではなくて、そうした施設、つまり児童等利用施設に行っている人たちの保護者、ここつまり5歳未満の保護者だけ打ってても他の保護者が打ってなければ結局持ち込んでしまいますから、そのなぜそうするかというと、今後5歳以上の子どもさんたちはワクチン打てるんですよね。ところが5歳未満の子どもさんたちはこれからも打てないので、そうするとその子たちを守ることを考えると、その親御さんはもちろんのこと、それ以外の親御さんにも打つ必要があるだろう。幼稚園や保育園など児童等利用施設を、まあ、ちょっと言葉でありますけど、まあ、利用する5歳未満の、いや5歳未満はなくていいです。あ、使用5歳未満は理由です、なぜそこをやるのか。あ、必ずしも5歳未満、そうです、5歳未満も含むので、だから児童保育所、認定子ども園、幼稚園、まあ、障害児施設もそうなんですが、などのいわゆる児童等利用施設にお子様を通わせている保護者の皆さん方を対象に特例接種をさせていただくと、まあ、新聞で書くのであればそういった見出しということになります。そうすることで、ワクチンの打てない、5歳未満の、ただ対象としては5歳未満には限らない、まあ、そこはなんていうか煩雑になるというか、というか理由です。つまり理由というだけで、結局5歳未満の保護者だけを打ったとしても、じゃあ5歳の親御さんが打ってなくて、結局まだ例えばワクチン仮に5歳のお子さんが打ったとしても2週間以上抗体ができるのに必要になりますから、それまでの間に結果親御さんからもらって、そのお子さんが今度は5歳未満の子どもさんに移しちゃうと。これを防ぐためにはやはり同じその施設に行っている保護者の皆さん、家庭内感染を断ち切るということで、その保護者の皆さん方に特例接種をさせていただくということになります。はい、すみません、関連したんですけれども、はい、あのまあ、児童等利用施設って、まあ、あまり共通認識がないので、はい、あの認定こども園と保育所と幼稚園と障害施設は含まれるという話だったんですけれども、はい、これ以外の施設もあるんでしょうか。我々が児童等利用施設と言っているのは、さらに小学生を対象とする放課後児童クラブがこのジャンルの中に入ってきます。そうすると放課後児童クラブに参加されている親もということになると、かなりじゃあ小学生の方のお子様が入ってくる、かなり入ってくるということですかね、の、まあ、親御さんということですね。まあ、そこのところ、まあ、準備が整ったところからということですね。まあ、そこを外すという必要はないかと思います。この5類型ということでしょうか。はい、大きく言うと。大きく言うと。そうです。だから、保育所、認定こども園。ただ、保育所には認可と認可外とがあります。それから、認定こども園、幼稚園、障害児施設、それと放課後児童クラブ、大体大きく分けるとこの5類型ということになります。児童クラブも児童と利用施設には入るんですよね。入ります。大体とおっしゃると、まあ、他にもあるんですか。いや、あの類型としてこういう5類型大きく分けるとです、ね、まず障害児施設からということなんですけれども、最短で接種が始まるのはいつからでしょうか。
まあ、これは準備が整い次第ということですから、名簿を整えていただいて出していただければいつでも対応は可能ですね。あとは名簿を整えてもらう必要があります。今日のところは それらに対して県の大規模接種会場でワクチンの接種を受け付けるということを決めたと発表されたと、まあ、スタート切るということですね。これ主導の大規模接種施設なんですけれども、いわゆる、何でしたっけ、徳島駅の駅前のアミコ東か、アミコでと、あと県西部、南部、この3カ所の参加所というか、アスティもありますから、4カ所で、で、それでどうやっていくかという。全て込みですね。はい、だから保護者となる、今おっしゃられた対象施設の保護者となると人数かなりいるかと思うんですが、枠としてはどれぐらい確保しているんでしょうか。まあそれは今申し上げたような形で、まずどのくらい来ていただくかで、当然今逆に保育所などの保育士さんたちがですね、濃厚接触者になったり陽性になったりっていうことがあって、結構キャンセルも出るということがありますから、まあ、もったいない部分もありますので、ね、そうしたところを無駄なくやっていこうと、まあ、まずはとにかくいずれはこの方々も打つわけですから早くそれをやろう。そうしないとこの感染の棚から出し切らないですね。下手するとこのまま上がる。いや実はその今まで感染の少なかった岩手だとか今日も鳥取がかなり出てるんですよね。だからやっぱりこうしたところからどんどん出てるということがありますので、うちも例外じゃ全然ないところですから、とにかくやれる対策は全てやっていく。まあ、確かにこの児童等利用施設、こうしたところで応援自粛であるとか、あるいは運動をしてね、その発達にっていうのは、それよくわかるんですけど、ただ実際そこが感染源になってしまったということであれば、集中してやはり2週間ぐらい止めていかないことには、これはなかなか収まりがつかない。もう毎日のように児童等利用施設のクラスターができ、で、さらにそれが大きくなって、でほとんど二次感染は同期の数、もうこれがエビデンスでもはっきり出てますんでね。でましてやもう今まで第5波まで長い期間で58クラスターがあった、これも大変だったんですけど、児童と利用施設3つじゃ出ないんです。今回全部でね、ようやく今回60なったうち、児童と利用施設、先ほどもボード見ていただきましたが、この通りですよね。22件ということで、これはなかなかね大変なものがありますので、やはり、まあ、なんとかこれを抑え込んでいかないと。しかも小学校も多いですし、まあ、とにかく10代以下が本当に多くなってしまってるんですよね。でしかも高止まりしてる。でどんどんそのクラスターも止まらなくて増える。それは何かと2時間過ぎてね。まあ、ですからそうした点、まあ、なんとかこれをということで、もう家庭内感染のその部分まで手を突っ込まざるを得ないということで、今回異例中の異例ですが、その児童と利用施設、そこにお子様を通わせている、まあ保護者の皆さん方も対象として特例接種、これをやらせていただく。もちろんいよいよもうすでに職域接種がすでにスタートしてます、徳島県においては。まあ、そうしたところも必要になるので、まあ、都や働きにやはり若い世代の皆さん方、そこをなんとか接種進めていって、そして子どもさんのところ、ここを断ち切る。そうしなければ、これなかなか止められない。本当に厳しい状況を今、来ておりますので、おそらくここあと1週間ぐらいはかなり厳しい状況が続くんじゃないかと、こういうふうに想定しています。理由としては、まあ、5歳児未満の児童が、まあ、ワクチン対象でないので、そもそも打てないというのと、はい、あと、児童と利用施設でクラスターが相次いでいること、あとまあ家庭内での感染が多い、そこに何とか手を突っ込もうと思うと、こういう方法が。そうですね、分かりました。どうぞ。関連なんですけれども、まあ、当初大規模接種、まあ、高齢者が対象として始められたと思うんですけれども、次々と保育施設の職員さんであるとか教師の方も含めて対象に広げられてもらったと思うんですけれども、逆に言うとこう高齢者の方の、まあ、3回目接種の希望が想定よりも、まあ、少ないというか、予約が伸びてないという状況なんでしょうか。というよりも、まず高齢者の皆さん方は前倒しで市町村の方で接種をしていただく
ということがこれありますので、まずはそこのところが前倒し前倒しになってきて、市町村が積極的に対応いただいていると。そうすると逆に大規模集団接種の方で、前は市町村に申し込んだけどなかなかその予約あるいはコールセンターつながらないとかっていう事例があって、そこで何とかしてくれっていうこともあって県の方へ取ってこられた、こういうパターン多かったですよね。ただ皆さん方もおそらく取材されてて、市町村の方で例えばなかなか希望するように接種ができない高齢者の方々、あまり聞かれてないんじゃないかと思うんですよね、今回は前回に比べて。だからそちらの方でまずスムーズにやっていただく。だったらそうした人たちが前はもう市町村でなかなか来ないからもう県の方で頼むってこう来てたんですが、そっちでスムーズに行くんだったら予定をしていた県の分、まあ、これを前回まあ実際にやった話ですけど、保育士さんだとか幼稚園小学校の先生とか、まあ、こうしたところをどんどんやっていくということにできると。非常にだから役割分担が進んできていると言ってもいいのかもしれませんし、市町村の皆さん方もだいぶ慣れてもらえたんじゃないかとこう思っています。だったら県が用意した部分をどんどんそういった形で政策的にワクチンを行っていく、その意味で特例接種という、まあ、なかなか他ではやっていないことをやろう。そして家庭内感染、児童等利用施設、ここを抑えていく。またさらに余裕があるんであれば、前回もいろいろな職種の方、エッセンシャルワーカーに打たせていただきましたので、そうしたことも考えていければと。ただ今は少なくとも児童等利用施設の保護者の皆さんが、まあ、ここをということですけど、どのくらい来るかまだ分かりませんので、まあ、しっかりとまずそのニーズにお答えをしていこうと、こう考えています。すみません。どうぞ。完全に今後の感染状況の見通しについてなんですけども、まあ、当初にピークアウトの時期は後ろにずれていると思うんですけども、はい、まあ、来月徳島マラソンが予定されてます。2月下旬の実行委員会で開催の可否を判断することになっていると思うんですけど、はい、知事も今後1週間は厳しい状況とおっしゃったの で、この見通しについて知事は今どう考えられていますか。まあ、これは昨年のうちに2月中の実行委員会、まあ、ここでもって対応していくと。でその時のアラートの状況、まあ、これはアラートが徳島アラートの1の状況にないとオンライン、まあ、こうしたことをまあ申し上げてきているところですので。ただ今全国的な状況と国策ですね、国策つまり国の対応といったものが、今総理が3日前に会見をされて、3月から水際対策を緩和すると、まあ、このまでもお話申し上げて、今日本全体が例えば留学生の対応とか技術実習生、まあ、例えば留学生17万人も海外待たされてる2年間、もうこのままだったらもう日本に留学するのをやめるという話が出てきて、技能実習生も日本に来れないんだったらじゃあ韓国行こうかと、今そんな状況になってきてるんですね。ということでこれまで水際3500人1日、これをまず国として5000人に広げると3月から。ところが今国会をやってて、とてもとても5000人では17万人の留学生どうさばくのと、4月から大学とか始まるのに、まして技能実習生どうするの、これ中小企業も困るし、それぞれの国の皆さん方も困るということで、そうなるとかなりの大規模緩和、もうイギリスなどは一気にこれを緩和して経済を戻していくんだと、まあ、そういう、まあ、オミクロン株の特性を、まあ、見抜く対応をしてきているんですね。だから日本だけがそうした強力な水際をやっていることが鎖国という言葉を世界中に今言われていると。まあ、そうなってくると3月になると大きくフェーズが変わってくるんじゃないかということもありますから、国の対応、こうしたものもやっぱりしっかりと見ていく必要があるんじゃないかなと、まずこのように思っています。まあ、今まで言ってきた状況に加えてですね、今までそのレベル1以下であることをボランティアが確保できること、そういった状況に加えて国の水際対策の状況も、そうですね、それは全体で、もう一つ目安として出てくるのが、ちょうど3月の6日に東京マラソンがあるんですね。で東京マラソンは前は3万7000人とかっていう規模だったものを今回2万5000人にして開催すると。でも開催することが決定になったんですね。ただし参加する人全員に PCR 検査、これをやると。で実はこれは
国の今まで定めてきたイベントをやるときの方針で、まん延防止等重点措置がかかっていても、イベントをやるときに全員に検査をした場合、それは OK ということで、まあ、ボランティアどうするかとか、またこれは別途あるんですけどね、まあ、そういうのもありますので、そうした様子っていうのも今後、我々としては大いに参考になるんじゃないか、徳島マラソン3月27日実施ということですから、まあ、こうしたものを総合的に判断して、さあ、どうしていくかと。いうものを決めていければ、こう考えています。そう、すみません、2つお伺いしたいんですが、はい、まず1つですね、ごめんなさい、この話があるんですけど、児童等利用施設 の、 その感染防止対策集中取り組み期間というのをこれでやられている、今後や、今やっていくと思うんですけれども、はい、お伺いしたいんですけど、その知事としてその児童等利用施設、今あった5類のところをこう知事の命令といいますかで、まあ、例えば休園してくださいだとかっていうのをやることは知事としてその何かこう可能であるのかっていうのをお伺いしたいのと、あとごめんなさい、3回目 の、 集団接種の代表集団接種の方にそのワクチン の、 集団接種の方には子どもたちを通わせている人たちをこう、まあ特例で、まあ、接種ができるようにするということで、まあ、その保護者に対してのですね、まあ呼びかけのように、まあ、ぜひ接種を受けてくださいというような呼びかけを一つちょっとお願いします。はい、まず前段の児童等利用施設、まあ、保育所であるとか認定こども園、幼稚園、あるいは障害児施設、まあ、放課後児童クラブ、こうしたところに対して県知事が例えばそこを閉めてくれ、まあいうことを仮に言った場合、それが強制できるのか、まあこういうご質問、これはできません。っていうのは知事にその権限がないから。っていうのはこれらの施設で県が所管をしているものは一つとしてないということなんですね。市町村であったり、私立であったりするものですから、まあ、あるいは国立も当然あるんですけどね。知事の権限がない。だからあくまでも先ほどのように協力要請、大きく最初に書いてありますよね、という形でそれぞれの設置者の皆さん方に協力の要請、これをすると。でしかもそれにやはり信憑性を持たせるということで、エビデンスを付け加えるということで、ここのところずっとその傾向をね、確かにご意見としてもっと早くに言ってくれたらよかったじゃないかっていうご意見もあるようなんですが、いやしかしそれはよっぽどのことでない限りはそれはなかなか言いづらいですよね。ましてや保育に欠ける状態があった場合にはしっかりとその保育を行うというのが国是となっているわけですから、やはりそこのところをやめるっていうのはよっぽどのことですよね。だから保育にそうしたら結果どうなってるかというと、今は保育所もたくさん困っちゃってるわけです。だったら早い段階でそうなる前にある一定期間集中的に取り組みをして、最終的に休園になることを防ぎましょうと、これが目的なんですね。まあ、これは保育の場合、幼稚園を保育にかけるという場所とちょっと変わるんですけどね、教育の場なんで、まあ、しかし養護一元化ということもありますから、まあ、そうしたことで、これが政府が基本的対処事項に書くべきだと全国知事会議というのはそこにある。それともう一つは、仮にまん延防止等重点措置マストでやらなければならないのは飲食の場に時短をかける。でも飲食の場は今感染源になってないですね。だったらいっそのことを保育の場であるとか小学校、ここのところを止めると、あるいは学校閉鎖じゃなくて学年閉鎖とか、あるいは学級閉鎖とか分散登校、それを命じるという権限を知事に与えていただければそれはできる。ということで、まん延防止等重点措置に緊急事態宣言と同じ権限を持たせるべきじゃないか。その一方で、飲食の場をマストかけなきゃならないというのも、そこがなってないんだったら選択制にしてかけなくてもいいと。そういった形を取らなければ、この第6波に合った形のまん延防止等重点措置であったり、あるいは国の基本的対処事項になりませんよね。私が口に切ったところですけど、今全部のほとんどの知事がそう言ってますよね、ということになりますので、まあ、ぜひこうした点もご理解いただければ。そして2番目の
で保護者の皆さん方のこの特例接種の話ですが、まあ、ここの部分についてはやはり家庭内ここにいかに持ち込ませないかといった点での、まあ、一番のポイント肝のところということになるので、まあ、そこまで踏み込めざるを得ない。実は前回いわゆる第5波までの時の接種、これは特例接種はやってなかったんですけどね、まあ、全てそうした意味ではその保護者のところまで家庭内感染がそこまでひどくはなかった、あるいは児童等利用施設あるいは小学校こうしたところがそこまで感染になってなかった。もっと言うと乳幼児の人ってほとんどかからなかったんですよ。第5波までは第5波が少しかかったかなっていう感じで、まあ、今は乳幼児がどんどんかかっちゃうんですね。まあ、これがだからオミクロン株もう変異完全にしたと、どちらかというとインフルエンザに近いというのはそういうことなんですね。まあ、ですからそうなってくると今まで取った手ではありませんが、やはり子どもさんたちを守るあるいは家庭内に感染に持ち込ませない、そのためにもやはり保護者のところにこれを伸ばしていくしかないということになります。異例中の異例みたいな、そういうことです。まあ、異例中の異例というかこれまでやったことのないことなんですが、今の第6波の感染のメカニズムからいくとやはり保育の場であったりあるいは家庭内感染、これを抑えなければ一番恐ろしいのはここから無症状で例えばお父様お母様が医療機関であるとかあるいは高齢者施設あるいは障害者施設に勤務をされていて持ち込んでしまう、こうなるとこれはちょっと大変なことに、確かに第5波までのようにコロナが直接例えば肺炎が重篤化をして亡くなるとかというよりも既往症のある人あるいは高齢者の人たちが引き金になってそして亡くなっていくということもあり得るということにこれなりますので、それは何としても防がなきゃならないと、究極はそこへということになります。重ねてはい、ちょっとお伺いしたいんですけど、この児童と利用施設っていう言葉の、まあ、最近よく出てくる話ですけど、はい、これって県の全部ですか。まあそうですね、普通はよく国は保育所などとこう呼んでいますね。どちらかというとまあ、ご提案ではあるんですけど、ね、さっきちょっと調べてみたんですね。児童の定義は大体18歳未満で、児童等利用施設っていうと18歳未満が使うところって言って、あんまり特定されてないので、なんか皆さんも分かりやすいのであれば、保育所等とか国に合わせてもいいんではないかなと、うん、ちょっとご提案があの。ただ、定義として児童っていうのは広くその捉えてるんですけど、普通、児童生徒というふうに言って、どちらかというと、小学校までは児童、で、中学校以降が生徒。ということで児童等利用施設、この等の中には障害者の人とかこうしたものも含めていくということですので、まあ児童等ということで、まあ徳島は申し上げた。だから児童といって、18歳未満までっていうことにはならないと思うんですけどね。まあ、大体そうですね、はい、児童生徒ということで、まあ児童小学生までお考えいただく、5つの類もバンバン出していただけるともっと分かりやすい、はい、すみません、ありがとうございます。大丈夫でしょうか。それではありがとうございました。